はい、先ほど作った杉菜をローラーテープで作った杉菜を前回作ったつくしに生けます。こんな短いのはこのまんまここにボンドをつけて差し込みます。長いのでカットして、ボンドをつけて刺します。もう一本この長いので短くしてボンドをつけてここら辺に刺しときましょう。石が落ちてしまったのでいいですね。どうでしょうか。もう少し緑が入った方がいいですかね。ここら辺に入ってきますね。4本入れました。だいぶ華やかになったと思います。それを広げて、こんな感じです。